貴様なぜ生きて、いや失礼した。確か討伐隊に加わっていたものだな。他の連中とは一緒ではないのか。イット、何の騒ぎだ。おお、お休みになられておりませんと。お体に触りますぞ。わしに残された時間はわずかだ。この命尽きるまで国のために働きたいのよ。おお、なんという気高き精神。さすが我が主君と心に決めしお方よ。もうよい、やめんか。それよりそなたは討伐隊に加わったものだが、どうした、無事魔物は討伐できたのか。儀式の間には魔物はおらず、代わりに一途の部下たちが討伐隊を皆殺しにしただと。なんたるでたらめよ。おお、かような知れ者の言葉に耳を貸してはなりませぬ。なんと見下げ果てた卑怯者よ。おや、いい面構えをしておるからと討伐隊に入れたが、どうやらわしの目が曇っておったようだな。卑怯者めが。魔物から逃げ帰ってきただけなら許してやろうとも思ったが、一度に罪をなすりつけるとは。魔物がいなかっただの、我が腹心イッドが討伐隊を殺させただの、若も休み休み言うがよい。よいのです王よ。所詮は臆病者の浅はかな嘘、お気になさることはございません。それよりもそう興奮なさるとお体に触りますぞ。すまんな、イット。イットに免じ、貴様の罪は不問としてやる。だが、その顔は二度と見たくないわ。旅人よ、早々に立ち去るがいい。再び我が前へ姿を現したなら、次こそ容赦せんぞ。というわけだ、旅の方。お引き取り願えませんかな。あの者が戻ってきたということは、討伐隊の者たちもそろそろ任務を終えた頃かもしれませんな。わしも儀式の塔へ旅立つ準備をせねばならんな。待ってくれ。君は嘘などついていないと僕にはわかる。君の力を貸してほしい。突然すまない。僕はフォステイル。君の名前は僕が当ててみせよう。君はレーンの村から来た。だが君が本当に生まれた場所はレーンの村とは違うようだ。
僕はずっと昔から予知していた。いずれ大いなる災いに見舞われる時、一人の旅人が現れこの国を救うだろうと。君も知っている通り、今プクランド大陸は魔性によって滅びようとしている。プーポッパン王は王家に伝わる儀式を行おうとしているが、儀式の間はすでに汚された。そうだね。結局すべては予知した通りか。そうとも、僕には未来が見える。王の儀式では国は救えない。それどころか、このまま儀式をやればプクランド大陸はさらなる災いに見舞われ滅びてしまうだろう。だが一つだけ国を救う方法が残されている。アルウェ王妃のノートだ。亡くなったアルウェ王妃が持っていたという何でも願いが叶う不思議なノートがあれば、魔性から国を守ることができるはずだ。頼む、君の力を貸してほしい。一緒にアルウェのノートを探してくれ。ありがとう。アルウェのノートは今行方不明だけど、手がかりはある。アルウェ王妃はオルフェア地方西の南にあるリンクル地方の別荘で亡くなったそうだ。前日まで元気だったのに、突然むごい死に方をしたと言われている。もしかしたらアルウェ王妃はノートに三つ目の願いを書いてしまったのかもしれないな。あ、君は知らなかったね。願いの叶うノートにはこんな恐ろしい言い伝えがあるんだ。ノートが叶える願いは一人につき三つ。ただし三つ目の願いを書いた時、そのものは滅びるだろうと。おそらく王妃が亡くなった別荘に何らかの手がかりが隠されているはずだ。アルウェ王妃の別荘跡はリンクル地方にある大きな湖の近くだ。行こう。この扉、光ってる。どうなってるんだ。あなたは。
まさか。間違いない、あれは死んだはずのアルウェ王妃だ。一体何が起きているんだ。行ってみよう。アルウェちゃんってかなりのラッキーちゃんよね。本物のフォステールに会えちゃうし、しかも願いが叶うノートとかもらえちゃったし、すっごいわよね、このノート。本当にお願い叶っちゃうんだもん。今日はもう一個お願いを書かないとだわよね。ノートさん、ノートさん、2個目のお願い。プクリポのみんなを救っちゃうようなイケメンな男の子が私の息子に生まれますように。今のは一体、ここはどこなんだ。さっきまで僕たちはアルウェ王妃の別荘にいたはずだが、僕のリュートが消えていた。一体何がどうなってるんだ。なに、ラグアス、どうして泣いてるの。お父さんが僕のこと嫌いだから。ああ、そっか、さっき叱られてたもんね。僕が未来のこと、予知した未来のことをお父さんに言ったら、二度と予知なんかするなって。ラグアスってば、予知ったりとか私にそっくりポンなのね。お揃いで可愛い。僕、お父さんが怪我するのとかわかるから教えてあげたいけど、お父さんに嫌われてるから言えない。僕もう言わない。お父さん怖いもん。もうお父さんとおしゃべりしない。お父さん、ラグアスのこと嫌いじゃないと思うの。すぐプンプンしちゃうだけで。それよりお母さん、お話聞かせて。英雄フォステイルのお話がいい。いつも聞かせてくれるでしょ。ねえねえ、ラグアス、お母さんの宝物欲しくない。お母さんの宝物。そう、ラグアスがお母さんと約束してくれたら、とっときの宝物あげちゃう。僕、約束する。じゃあ、これからは人に伝えたいことは、フォステールみたいにちゃんとまっすぐ目を見て大きい声で言うの。ほら、お話に出てくるフォステールってば、どんな怖い人や初めて会う人とも平気で喋るでしょ。あんな風にラグアスもなってくれるなら、とっときの宝物あげてもいいのよ。フォステールみたいに。わかった。僕、これからはフォステールみたいにちゃんと喋る。オッケー、よくできました。ラグアスが元気に大きくなって、約束をちゃんと守ってくれる子になったら、お母さんの宝物あげちゃうね。今じゃないの。
さんの宝物。願いの叶うノートは、いつか私が死んだらあなたにあげる。お母さん？なんでもない。ノートのお願い、最後になっちゃった。でも大丈夫、怖くない、怖くない。さあ、ちゃちゃっと書いちゃおっと。あとはお兄ちゃんが何とかしてくれるもん。ごめんね、ラブアス。お父さんともお別れね。ごめんなさい。先に行って待ってるね。館で過去に起きたことなのか。僕はアルウェ王妃に会ったことがある。僕が王妃に不思議なノートを渡した。いや、そんな記憶はない。一体何が起きてるんだ。アルウェ王妃、僕のリュートだ。どうして僕の楽器をあなたが。教えてください、アルウェ王妃。元の世界へ戻ってきた。何が何だかわからないが、王妃は三つ目の願いをノートに書き、言い伝え通りに亡くなったのだろう。もし、あの幻が実際にあった出来事なら、今のノートの所有者は、アルウェ王妃の息子、ラグアス王子のはずだ。行ってみよう。この国を救うために、メギストリスの城にいる、ラグアス王子からノートの力を借りるんだ。ここがラグアス王子の部屋か。ここにも不思議な扉がある。これもアルウェ王妃の導きなのか。ともかく行ってみるしかなさそうだ。なぜだアルウェ、お前に何があったというのだ。
母を失ったお前はわしより何倍も辛かろう。僕、平気だよ。よいのだ。辛い時は気が済むまで泣くといい。平気なんだ、僕。お母さんのこと知ってたから。知っていた？だと？知ってたんだ、僕。あの、お母さんもうすぐ死ぬって予知して知ってたから、僕は平気なんだ。それよりお父さんが。ふざけるな。何が余地だ。母が死んだのを言い当てたのがそれほど嬉しいか。違う、お父さん。あの、あれは僕フォステイルみたいに。フォステイル？英雄フォステイルがどうしたというんだ。まさか己の母の死すらくだらん予言をこの材料にするとはな。もうよい、ラグアス。お前の顔は二度と見たくない。二度とわしに話しかけるな。王子様、ラグアス王子様、いい加減に出ていらっしゃいまし。あれからもう半年です。王も冷静になられているはず。直接お会いして謝ればきっと。ラグアス王子、私王より任命されましたあなた様の家庭教師にございます。聞けばもう一年も部屋に閉じこもり、剣術も勉学も何一つ手をつけておらぬというではありませんか。あなた様はいずれこの国を背負って立つお方。そのようなことでは困りますぞ。王子、聞こえないのですか、ラグアス王子。お母さん、あなたがこのノートを僕に託した理由がようやくわかりました。見えるんだ、未来が。今日視察に出かけたお父さんはそこで魔性に侵され命を、そして王と運命を共にするようにこのプクランド大陸もまた魔性に滅ぼされる。お父さんを止めなくては。だけどお父さんは決して僕の言葉に耳を貸しはしないだろう。じゃなくて英雄フォステイルの言葉だったらきっと、もう国を救うための方法はこれしかない。そうですよね、お母さん。そうだ、僕はあの日予知した未来をお父さんに伝えたくて、この国を、お父さんを守りたくて。そのために僕にできることはこれしかない。そう信じて母がくれたノートにこう書いたんだ。フォステイルになりたい。僕の本当の名前はラグアス。僕はノートの力でフォステイルになり、王に予知した災いを告げた。けれど、
だがフォステイルの姿を借りても王は貴様の予言に耳を貸さず魔性に触れ不治の病に侵された。誰だ？これはこれはラグアス王子、ご機嫌うるわしゅう。まさかあのインチキ予言者があなた様だったとは、まったく驚かされましたぞ。お前はお父さんの側近の。そうとも、王の腹心とは仮の姿。我が誠の名はマグウシ・イッド。ここで私と戦ったところでもはや手遅れですぞ王子。死に損ないの王はすでに儀式の塔へと出発した後ですからな。この私が何故儀式の間で手下の魔物に討伐隊の者どもを殺させたか、愚かなあなた様にお分かりか。儀式の魔が生贄の血で汚された時、塔の聖なる力はそのまま邪悪なる力に変わるのです。その状態で王家の者が命を捧げたならば、王の力は大陸を守るどころか大陸中に呪いをまき散らすのだ。なんてこと。では私はこれで退散いたしましょう。愚かな王、儀式の間で命を捧げ入口にするところをじっくりと見物せねばなりませんからな。そんなこのままではお父さんが。でも僕なんかじゃどうすることもできない。これはお母さんのノート。リュートがノートだったなんて。あ、ラグアス、聞こえますか？な、に、これって予言じゃない。いつもの予言と違う。このものは悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。あなたならこのものを助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。そうか、そうか、あなたが。いや、でも僕と一緒に儀式のままで来てほしい。お父さんを、王を止めるんだ。ありがとうございます。キラキラ大風車塔の儀式の間に急ぎましょう。